今のご質問に続けてお聞きしたいと思いますけれども、今その人事部のノウハウがなくなっているとおっしゃる通りだと思うんですね。でただその一つの大きなその、まあ、マクロから見た場合の要因ですけれども、かつて高度成長ですと景気が悪くなった時に雇用を抱えてですね、労働分配率が高まっても金は耐えられない。しかし、まあ、今はそういう時代でももはやないですね。それから少子高齢化で非常に若年の労働力が不足で、むしろこう上の方が過剰だと、そういう構造になってますので、まあ、年功賃金で低い賃金と若い人の低い賃金高い賃金の組み合わせでやるというやり方もですね、かなり限界に来ているところがあるというふうに思います。でそういう意味では両先生にお伺いしたいんですけれども、その正規非正規と言いました場合に、その雇用保険のカバー率が非常に低い、まあ、失業者で雇用給付受けている人というのは、まあ、20% ぐらいですね、はい、オイルショックの頃はまあ 80% ぐらい、でどんどん下がってきたわけですね。それからたまたま景気が悪い時に就職氷河期をお迎えになった世代は、非常に厳しいことになっている。それから、まあ、非正規雇用比率が先ほど来お話ありますように歪んだ形で上がってきていると。これ結局ですね、その正規雇用の方が非常に硬直的なルールになっているとか、あるいは雇用の管理の仕組みがですね、まあ、相変わらず昔と同じ方法でやっているというその硬直性の問題があると思うんですね。そういう意味ではその例えば解雇規制の問題みたいなところにですね、そのやはり何かこう手を加えないとですね、その正規非正規の問題、まあ、非正規の問題ってやっぱり正規のミラーだと思いますので、その正規の例えば解雇規制あるいは、まあ、年功賃金みたいなところに何か企業に働きかけを今後していくというようなですね、そういうこうビジョンといいますか方向性というのはお持ちなんでしょうか。私ね、率直に言って企業の中で、まあ、人が余ってると、正規従業員が100人、非正規労働者が40人、140人のうち30人減らさなきゃいけないっていう話の時に、本当に非正規のところから首を切っていくのか、労使で議論した時議論になったんですよ。で変な話だけど、たまたま正規で入ってる人、たまたま非正規で入っちゃった。でも職場において仕事を見てると実は甲乙つけがたい、そんな事例も結構あるんです。でそういう場合に、おい何が何でも非正規から首切るのかよ、これは果たして本当に合ってるんだろうか。場合によっては今おっしゃったその正規だから必ず非正規を首切った後じゃなきゃいけないんだというふうになっていいんだろうか。それは私は労働組合の出身ですから、労働組合は正規労働者の組合ですよ。だけどその組合が今悩んでます。そんなことをやって本当にいいんだろうかというような段階に私はなってきつつあるなというのを強く感じているんです。ですから労働運動の在り方そのものも今問われているというふうに私は思っておりまして、正規社員だけでやってきた労働組合ではもう限界が来てるんです。そんなやり方じゃもうダメなんだ、もっと幅広く構えていかなきゃいけないんだ、その中でどうしていくんだということを考えていかなきゃいけない。それはもしかしたらその企業で働いている非正規の中の派遣労働者だって同じことが言える。つまり本当にその職場の中でその人がどういう評価を得ているのかということをしっかり見ていく、そのことが大変重要。雇用形態だけにまずありきで考えるやり方というのはちょっともう無理なんじゃないのか。去年からのリーマンショック以降実はそのやり方でやってきたんです。キヤノンでもイスズでもみんなそういうふうにしてやってきましたよ。でもそれで今本当に良かったのかということを今我々はものすごく自問自答しているというふうに思っているんですけど、答えになってないかもしれません。今我々の議論は基本的には我が国が取ってきた長期安定雇用、これは間違ってなかったんじゃないかと。特に製造業の現場ということになるとね、今中国が簡単に移りますよね、少しでも給料がいいところへ。我が国はやっぱり愛社精神というものがありながらコツコツとその中で技術開発をする、技術を作っちゃったからそれ持ってよそに行っちゃうよっていうのはね、やっぱりまずいんだろうと思うな、製造業で考えるとね。しかし分野によってはね、まさにその能力を生かして横へ移った方がいいっていう分野があることは事実だと思いますから、そこはいろんな議論があるだろうけれども、基本的には
長期安定雇用というものが軸に流れながら会社でしっかり人を育ててほしいなとこう思います。しかし一方で私は若い人たちに言ってるんだけど、本当にあんたらいい会社入ったけど50年持つと思うと、時代の変化激しいぜ、だから自分はやっぱり会社の中でかなりスキル技術を持ってね、次の時代に対応していかなきゃいけないよ、もういい会社入ったからそのままずっと一緒に行けるんだというふうに今度入った方がね思いすぎない方がいいかなって話はさせてもらってます。現実動き早いですよね、まさにこのサプライムローンの話でねもっと加速するんだと思いますよ。そこはサラリーマン自身がお考えいただいたらありがたいなと思います。正規非正規、まあ、その非正規と言わせていただきますが、まあ、正規非正規で分けますが、その処遇の問題、給料の問題、解雇の問題、いろいろだと思いますが、長い目で見たときに、やはり非正規というのはどうしてもその職業訓練のチャンスから排除されていく、うん、正規というのは企業内職業訓練をきちっと受けられる、はい、正規はなかなか受けられない、はい、かといって、政府をそこまで提供できない、そうなるとこれ長期的に見て、その所得格差にまさにつながっていくわけですね。ですから、まあ、二重構造をある程度容認せざるを得ないとしても、この職業訓練なり、その非正規の職業能力というんですかね、これをどうしていくかということについて考えを聞かせていただきたいんですけれども、よろしいですか、はい、この職業訓練のこの機会の平等が図られていないということを、これ現実として非常に強く感じます。で、現場を見てみますと正規社員の場合にはOFJT、OJT を含めて相当長期の間勉強をしていただく、しかし、まあ、非正規の方々というのは変な話ですけど入社即現場で即仕事をする、つまりそれはオペレーターとして、まあ、言ってみりゃどこのボタンを押して、まあ製品が流れていくことがそのできればそれでいいんであって、そこに、そんなに多くの訓練を必要としない。しかしトラブルが起きた時には対応のしようがない、トラブルが起きた時で、したがってその非正規の方々というのは簡単にですね、言ってみれば熟練度が薄いですから、どうしても人が余っている時にはその対象になりやすい。そこをですね、頑張って正規社員と同じぐらいの能力を高めている人っていうのはすごい人なんですね。実はそういう人っていうのはむしろその企業は正規として、採用して働いてもらった方がいいくらいに私は思っているんですけれども、たまたま不幸なことに、日本の場合にはその学卒、高卒や大学の直入者じゃないと正規として見ない、どっか国家回り遠回りしてくるともう大概はですね正規ではなくて、臨時だとかあるいは派遣だとかそういう形になってしまっている。そこにやはり、いろんな問題が出てくるのかな、そんなふうに思ってます。メーテックさんみたいに技術屋さんを集めてですね派遣してる会社もある、これはやっぱり企業の存在価値を表してると思うんですよね。こういう部分はあっていい。だから請負会社になるのか派遣会社になるのかこれからの議論だけれども、しっかりその中で技術を磨かせると会社が生き残るような体制にしていかなきゃならないことは事実ですね。しかし先ほどご質問にあったように、そんなのいちいち全部国が法律で決めるんですかと言われると、そこはやっぱり産業界がね日本の在り方っていうのも少し考えてもらわなきゃならないところに行き着くんだろうと。それで産業界自体アンケートを取ると長期安定雇用でしっかり技術を学ばせてやっていきたいという答えね、まあ、それは表向きなのかもしれないけど、我々はやっぱりその方向性に期待はしたいと思います。しかし一方で全くその派遣のニーズがないのかって言ったらさっきから議論している通りがあるわけですから、これだけはダメだよって封じてしまうのはどうかなという感じは受けますね。